じゃあドラマ CD の時とかもすごい緊張してるんですか？めちゃくちゃ緊張しました。わかんないね。いや、大輝くんの緊張はもうビシビシ伝わってきた。緊張しかないですもん。いや、いいですよね。でも山下さんの、うん、たまに隣になるんですけど、席が。ああ、そうだよね。そう、なんか、すごい台本に向かって、うん、こう、読み込んだりとかしてて、うんうんうん、で、じーっと横で見てると、うん、パッて顔上げて、あ、何ですかって言って、ああ、かわいい。かわいいや。永遠の少年。少年。なんか一番声優界で少年っぽい気が。そうですね。いろんな少年声優いるけど。年上とは思えないような。うん。年齢紹介一番あるよ。年齢感ここ間違ってます。いや、そうなんだ。そのせいで、俺、あやねる。なんでか知らないけど、同じぐらいって聞いちゃったしね、年齢。大輝くんと同じぐらいって聞いて。僕は完全に先輩だね、だし、あの、業界的には。あれ そうだった、そんなこと思われてたんですか？思ってますよ、ずっとずっと、もう会った瞬間から。